初めましての方は初めまして、そうではない方はいつもご覧いただきましてありがとうございます。銀南と申します。私のゲーム実況動画は主にアドベンチャーゲーム、時間があればサウンドノベルも撮っていきたいという意思を持って、実況上げさせていただいています。実況は、心がけていることは毎日ですね、上げるようにはしています。いつも予約してね、実況を1日1本上げさせてもらってるんですけども、夕方の4時、16時にですね、毎日上げるようにしています。で、まあ最近やってるゲームはですね、まあ神宮寺三郎シリーズが私は主に上げさせてもらってるんですけども、まあ自分自身そんなに頭は良くないんですけども、アドベンチャーゲームを、遊ぶのも好きで、どうせだったらね、皆さんと楽しめるようなまあゲームをねどんどんやっていきたいなと考えています。この今動画を上げてる時はですね、イニシエの記憶のゲームをポンポンと上げてる最中なんですけども、実はですね、もうすでに撮り終わっておりまして、現在は消えない心をね撮っている最中でございます。初めての方、途中から見ていただいた方とかね、ぜひぜひイニシエの記憶とかその前のねシリーズも見ていただけるとすごく嬉しい&恥ずかしいです結構ね、去年の2019年とかね、その辺のとか、2020年の初めぐらいの実況はね声が高いんですけど、だんだん声が低くなっていくという謎仕様ですでは、まあぜひぜひ私のチャンネルを、楽しんでいってくれると嬉しいです。では紹介の動画はここまでにしておきますね消えない心を撮っているって、まあ、報告も兼ねてねこちら上げさせてもらいました。初めて私のチャンネルを訪れたという方、もしくは自分の YouTube のアカウントを持っているけど登録してないという方はぜひですねチャンネル登録をお願いします。そしてね、動画に対して高評価ボタンを押してくれると私のモチベーションが上がりますので、そちらもぜひぜひお願いいたします。